ゼロイチの段階はこれ自力思考でいいんですよね。自分が集客して、自分が商品の提供者になって、自分が営業をかけてっていう感じでできるんですけど、一躍になるとですね、その商品のブラッシュアップも自分でしてですね、で集客も自分でして、営業も自分でして、まあ無理なんですよ、結論。無理なんで。はい、皆さんこんばんは。公認会計士の小山です。本日もですね、小山のビジネス論を取っていきたいと思います。で、今日のテーマなんですけど、前回のね続きみたいなお話になります。で、今日のテーマなんですけど、ビジネスの100とはというお話ですね。で、前回がビジネスの01の話をしまして、まあ01っていうと簡単に言うと実績作りの段階ですよと。まあ自分で何かをやれると。で、もっと簡単に言っちゃうと作業の段階ですよと。前回話したのは、それをね、やり続けるのがハッピーなのか、もしくはね、もうちょっと本来的にやりたかったこと、まあそれは経営なのかどうなんですかというところで、まあ100の話を今日はしていきます。で、今日はですね、100なので、どちらかというとですね、まあ経営のお話になってきます。01の段階はあくまで作業ベース、まあ実績ベースなんで、まあどちらかというと簡単に言うと、まあ自分が稼ぐフェーズですよね。で、100っていうのは何かというと、本当に事業ですね。事業として、まあ、成り立たせるレベルだと思ってもらえたら、簡単なね、理解としてはいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、今日も3つのラインナップですね。3つのラインナップでお話します。で、まず1つ目なんですけど、ビジネスの100とはという定義をね、お話をしたいと思います。で、2つ目ですね。まあ、2つ目は、それをやるためのハウトゥーみたいなお話になるんですけど、まあ、それ量産化と、まあ、レバレッジっていうお話をしたいと思います。で、最後3つ目ですね。おすすめの行動っていう意味で、まあ、自分は新たな01へというテーマで、この3本立てでお話したいなと思います。ではね、早速いきましょう。まず1つ目ですね、ビジネスの100とはという、まあ、用語の整理ですねというところで、まあ、01っていうのは実績作りで作業ベースの話で、今回で言うと100っていうのは、それをね、なんでじゃあ110、15、18って言わなかったかっていうと、いきなり100って言ったかっていうとですね、100っていうのはある意味ね、到達点っていう意味では、まあ最高地点っていう意味で言ったんですけど、まあ、何かっていうと100までいけばね、ある意味完成みたいなイメージで言ったんですけど、まあ、それは何かっていうと、もうビジネスとして成り立ってるフェーズっていう意味で言いました。まあ、01の段階で言うと、簡単に言うと自分が動いて、まあ稼ぐような感じですよね。まあそのライスワークっていうほどでもないんですけど、まあ自分が動けば稼げると。ただ100っていうのは何かっていうと、もう組織化ができてたりですね、まあ、何ならシステムだったり、まあ、その他のね、パートナーとか従業員含めて、まあ回ってる状態っていう形で、まあ100というふうに言いました。01だと1人で1万売るのは簡単なんですけど、1人で100万売るってなるとね、やっぱずっと動きっぱなしになるじゃないですか。なのでやっぱり2番目で言うんですけど、ある程度仕組みか組織かレバレッジかっていうのは必要かなっていう意味で、100を目指したい時には当然、狙ってねやらないと、もうそんなね、毎日コツコツやったらできるっていうことではないので、今日はねその詳細解説をしたいと思います。はい。で、2つ目で、そのためにはっていうハウトゥーで量産化とレバレッジのお話をします。で、レバレッジもさらに分けると、やっぱ人とシステム、あと他社ですね。今だとアウトソーシングとかもいろんなね業種業態出てきてますから、そういったところもうまく使いながらですね、まあパートナーとかも使いながら、こういうふうにレバレッジをかけていくのがいいんじゃないかなというお話になります。で、まず量産化については前回もお話しました。とにかく、見える化しましょうと。で、作業を作業で終わらせないでおきましょうと。何かっていうと資産化ですね。資産っていうと、まあ IT システムですね。まあブログなのか、まあ何かしらのね、YouTube とかの講義資料なのか、研修資料なのか、まああとはですね、マニュアル化ですね。まあ手書き、テキストでもいいから何かしらのね、ロールプレイングだったり、マニュアルをテキストで落とし込むとか、とにかく資産化するっていうのがすごい重要かなと。で、それをね、渡せば他の人ができるっていう状態にしとけば、まあ先ほどね、一番目で言った通り、自分がね、やらなくて、済むと。もっと言っちゃうと、やってると、まあ、キリがないというか、絶対追いつきませんので、まあ、そういった意味で、そういった仕組み化ですね。量産化、仕組み化っていうのをしとく。あとはレバレッジですね。まあ、人って言った通り、そもそも人を採用しなきゃいけませんよね。採用して教育する。で、あとは他社と組む。パートナーですね。パートナーとかも出てきましたけど、パートナーと組む。あとは、今だとアウトソーシングですね。アウトソーシングの、まあ、業者とかもありますんで、そういったところを、視野をね、広げていかないと、やっぱりその100のフェーズにはなかなか行きづらいかなと思います。もう業としてね、その事業っていうレベルまでには持っていけないかなと思います。で、あとはですね、やっぱ人採用とかはまた別の動画、今回10分じゃ収まりませんので、別の動画撮りますんで、それにね、譲るんですけど、やっぱり一番大事なとはいっても資産化じゃないですかね。資産化と、やっぱりその人とか他社とかパートナーに任せるっていう、もう一つのワードで言っちゃうと、とにかく他力思考ですね。他力思考がないと、やっぱりこの100のフェーズにはいけないんじゃないかなと、個人的には思います。で、01の段階はこれ自力思考でいいんですよね。自分が集客して、自分が商品の、提供者になって、で、サービスの提供者になって、で、自分が営業をかけて、っていう感じでできるんですけど、100になるとですね、その商品のブラッシュ
ッシュアップも自分でしてですね、で集客も自分でして営業も自分でして、まあ無理なんですよ、結論無理なんで、やっぱこういう風にできるだけ自分じゃなくてもできる仕組み作り、資産化ですね、自分だったら簡単にできるんだろうけど、人はねやっぱ難しいんですよね。やっぱ従業員というとね、やっぱ自分ほど、スキルがなかったり、ね、経験がなかったり、もっと言うと事業に対する思いがなかったりするっていうのも悔しいながらあったりしますんで、そういう人でもできる仕組みですよねっていうのをぜひね、まあ、こういう風に動画使うのか、研修資料を用意するのか、テキスト化するのか、もっと言うと、外部のパートナーですね、プロの外部のパートナー、これアウトソーシングですね、アウトソーシングするのか、そんな感じでレバレッジをかけていくフェーズがいるのかなと思います。で本当に細かい枝葉の論点を言うと、レバレッジっていうとこの段階で0、1、1、100なので資金が追いつかないってケースもあるんで、こういった時はねレバレッジっていう意味で融資を受けるっていうのもこれある意味入ってきます。融資も入ってきますんで、まあ、融資はね前々回かなの度合いも取ってますから、まあ、そういう意味で使うんだっていう感じで、とにかくレバレッジ、こういう風に他力思考ですね。レバレッジっていうとこれ他力って意味ですから、で融資っていうとこれ他人のお金ですからね、他人資本って言いますから、これとにかく他力思考っていうのをぜひねこの、フェーズでは意識した方がいいかなと思います。この他力思考がないとやっぱりこの1から100に、突破できるような、なかなかねスピードは得られないんじゃないかなと思います。やっぱ自力って知れてますからね。で最後3つ目、じゃあなんでそれをするのかっていう意味で、自分は新たな01へっていう話をしたいと思います。これをやる意味ですよね。例えば今回で言うと会計税務部門だと思ってください。会計税務部門で01っていうのは何かっていうと、自分が営業して、まあ、自分が集客してですね、で自分がずっとねお客さん周りをしてると、商品提供してるとっていう段階は01なんですね。でこれを、まあ、前回の動画でも言ったんですけど、やり続けたい人生なのか、もしくは税理士法人化してそれをねある程度組織内でやりたいのかっていう意味で、今回ねその後者だと思うんですけど、そういった時にはですね、やっぱり自分が、ずっと商品提供してたら多分距離で20社が限界だと思うんですよ。20社とか30社のね税務顧問契約でいっぱいいっぱいだと思います。ただそれを法人として、ね、やればですね、当然会計士と税理士のスタッフでもっと言うと職員ですねっていうのを揃えていって、それを回る仕組みを作っていくとってなればですね、そこができればですよ、今言った通り量産化してレバレッジかけてちゃんと仕組み化する、で採用とか細かい話あるんだけど、そういうのちゃんとやるってなれば、税務会計部門っていうのが01から100ですね、01から100、これもう業として成り立つんですね。このもう税務顧問事業ですよ、事業部ですよっていうのが成り立つんで、じゃ自分がまた開くんですよね。開くために結論やってるんですけど、やればですね、次は自分が、まあ、僕で言うと資金調達部門っていうのを次立ち上げたんですけど、まあその時もやりましょう、01。その時に次はここまでね、税務会計部門が立ち上げちゃんと完璧になれば、次自分が01で資金調達部門を立ち上げるんですね。で僕何したかっていうと、01でねやりましょう、最初資金調達の広告からね、資金調達するためにはどういうふうな事業計画が最善なのかとか、どういうふうに交渉が進むのかとか自分でやってみて、でそれをお客様に提供してみて、でまずノウハウ化したんですね。ノウハウ化して、まあ、YouTube とか動画ね、動画研修用意したり、あとはマニュアル化ですね、チェックリスト用意したり、事業計画書ね、ある程度のひな型テンプレを作って置いてですね、でそれをまた人に預けてですね、その 1から100っていうのを、社内でやっていく。2回目ね、資金調達のサービス立ち上げた時はもう税務顧問である程度ねノウハウあったんで、じゃあ違うことやろうってことでネットマーケティングやってみたりですね、いろんなねことをやって100まず作るんですね。で次やったら、次はね僕何したかというと海外ね国際税務やってみようとか、もっと言うと MA やってみようとか、そんな感じで01までは自分がやる。まあ前回の動画見てください、自分で実績作りはすると。でそれをいかにね1、10、10、15、15、20とか自分でやらずに、それをある程度組織化して仕組み化して資産化してレバレッジ化して、で人に渡して、でさらに自分で行く、このために逆に言うとやってますんで、まあ、そういった意味で自分は新たな01へっていうのはそういった意味です。そのためにそもそもこの100の話をしてますし、そういうふうに100ができたんだったら自分がね新たな01を選ばないとですね、自分が01をやらないとですね、やっぱり今の仕事だけで事務所が回るようになりますんで、やっぱりこういった経営環境の変化が激しい現代だとですね、魅力的な事務所にはならないと思うんですよね。なので常に自分はどちらかというと脳みそは使うんだけど手は空いてる状態、これがまあ経営者としてはすごい理想かなと思って、僕もめっちゃやってますし、今回100のやる意味ですよね。さっき言った通り01はあくまで自分が食べる分なんですよ。まあ社会にインパクトを与えてるかもしれないけど、言ってもちっちゃいと。でも100ってなればやっぱこれビジネス業ですね、業としてやってますんで、やっぱりその社会の貢献度だったり、やっぱその会社の存続率って言っていいのかな、存続率とか成長率って意味ではかなりポテンシャルを秘めてるというか、価値を秘めてるというか、ちょっと言い方難しいんですけど、まあそのやる気がある人にとってはすごいやりがいがあるフェーズだと思いますんで、そんな感じで01、100作ったら自分がまた新たな01、これを僕は未来の仕事って言ってるんですけど、未来の仕事をまた作りに行く。でもそれは01かもしれないですよ。傍から見たらまたねちっちゃいことやってるわと思われるかもしれないんだけど、それでまたやってしまって自分が実績作ってまたね、組織でやれるようになれば、これがまたね事業として、また会計事業部だけじゃなくて海外事業部作れたりですね、あと資金調達事業部作れたりですね、 MA 事業部とか作れたりですね、こんな感じでどんどん会社としてはキャッシュポイントが増えていきますし、自分はねまた新たな01を開拓しに行く、まあ、こんな感じで、まあ、その社会の影響力をどんどん大きくしていく、まあ、これが僕は経営だと思ってますんで、まあ
そんな感じで今回のステップとしてはビジネスの一躍のお話をしました。なので、ゼロイチがね、一生続く、前回話しましたけど、それが好きだって方は全然いいんですよ。もうそういう、素質論というか、自分のね、責任を負える範囲でやったらいいでしょうし、こういうふうに僕みたいにね、どんどん新しい価値を提供したりですね、チャレンジしたいっていう、純粋な気持ちですよね。自分ができなかったことをできるようになりたいとか、社会に何か届けたいとか、いうのがあれば、ぜひね、この一躍の、ステージっていうのは、これはもう避けて通れませんので、参考にね、されてみてはいかがでしょうか。はい。ということで、今日はですね、ビジネスの一躍についてお話をしてきました。当然10分なので、かなり概要編にはなっているんですけども、このステップっていうのは、当然僕もすごい気合い入れてやりましたし、未だにね、新しい授業をやるたびには、やっぱここのジレンマというか、戦いで、日々模索はしてるんですけど、これはね、ぜひ、できておいて人生的には損はないと思います。すごい、器がでかくなるというか、普通のね、人がなかなかできるフェーズではないので、ここまでできるとね、やっぱりその、経営をした意味があるというか、法人化した意味があるなと。これ個人事業主でもいいんですけど、ビジネスの世界に入った甲斐があるなと、個人的には思いますので、ぜひね、チャレンジしてみることをお勧めいたします。はい。ということでね、今日も動画をご視聴いただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。以上になります。